どこに負けたとかそんな覚えてない。大阪全部なんですか。松戸帽子なんか暑い、かぶったら暑い。ノーアーズ1点ビハインド、ノーアーズ1点。はあ、今日2時にやるんだろう。はあ、3番バッターや。はあ、最終回。はあ、点ビハインド、送りバントサインで出したんすか。あ、店長が。あーチームからなんでや、なんですか。あー、そうですか。いや、日本語ってもさもないやろっていう考えだな。あ、なるほどですね。いや、言うたらサッカーで言うたら、あーちょっと意外っすね。いやなんでですかって言われて2点決めてるやつに、あハットトリックなんかそうそうないやろみたいな、確率的に。あ、まあまあそう言われてみたらね。ただまあどういうか、あんま知らんことないでしょうけど、そういう人がもう1点とかねいう気持ちも、まあ、俺それ聞いた時もう負けた思う。ああ、なるほど。ほんなら、あ、初球や、あ、送りバント失敗や、はいはい、確信したもん。ああ負けた。あ、2球目を出すね。あ、いや失敗や。ちゅうかそんなことあるんすね。あの3球目もしゃれ、はい、はい、あ、バス、エンドランワンボール、その時はボールかけんけんツーストライクワンボール、ー打たして、はい、なんでないや、これ。それもど真ん中。いや、上昇軍団で、ワンアウト、一塁二塁。やっぱ覚えてるんですね。で、4番、まあ、これはまあ打てと、なんちゃう。しゃあない。ああ、バント。初球打って、またないやフライ。ああ、終わった。力に出たんですかね。いや、天皇陛下のチームでもそういうことがあるんやなと。らしいですね。まあでも、なんかですね、レフトで、1・2塁でした。2・3塁、1・2塁、1・2塁、2・3塁やったとこっすね。ワンアウト2・3塁やったらっていうとこっすね。あ、ちゃうわ、4番がレフトフライ。あ、ほんで3番がサードゴロで踏んで終わりやって。ああ、はい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 、はい、ほんで終わってからちょっとやっぱ、え、なんて言うんですか、ルイ詰まってたアウトなの、なんて言うんでしたっけ、フォーサー。ああ、それやっぱ怖いっちゅうか、あるわけでしょ。ほんなら、これが結果やと。はい、お前ら打たせ打たせ日本で言うけど、はい、初級に行くと確かバンさせな、こいつ打つ気あれへんがな、やる気もあれへんし。なるほど。嘘やろ、お前打ちたら思ったやろ。はい、白インフィールドを考えてアウトぐらいの、はい、相手取る前にアウトなってるもん。そうそうそう、何のそれ。この4番できっちりレフトフライや、はいはいはい、そう思えへんのか、はいはいはい、お前ら。そうですね、確かに。あれ同点、はいはいはい、勝ちはせんけど負けへんがね、はいはい、協会裏最終回。あ、最終回、はい、それで納得っちゅうかあれですか。というか、こんなのお前、こいつの3安打ってお前ら何回見たことあんねんみたいな。俺あらへんわ、もう確率低いやろ、まあ、俺逆にこいつが2択やったらまだ信じるわみたいな。
そろそろ打つやん、同じピッチャーし、逆にね、なるほどですね、もう2安打打つんやんか、もうあらへんてみたいな。まあ、オーラの軟式だ、まあ、たかだか3割3分で3打席目あるか、ボケ。こいつがまあ4割以上打っとったら俺信用したるわよ。たかだか3割で何言うとんねんみたいな。まあ、でもそっからじゃあ言うこと聞くよ、ちょか、まあ、言うことは聞いてるしよ、なんか頭おかしいんちゃう。いや勝負ですね。だから例えばお前、高須さん、俺お前にバントなんか言うたことあるか。いやないよ。そやろ、ヒットも打てんやつなんかバントできへんやんか。だからお前にバントなんか出せんやんか、怖いから。それだとまたお前三回フラッシュゴロ打ってた方がええからみたいな。だから俺お前にいつも言ってるやん、三振集めか三回フレーズだ、お前みんな何やゴロきっちりランナー進んどるやんみたいな。で次の大会優勝と。あそういうことあるんですね。何考えとるお前ら。何歳ぐらいなんですか、まあ、みんないろいろ選手は。みんな俺より下かな。ああ、まあまあ、それは下でしょう、うん、そうですか。だからお前ら弱い、ね。